今日はいろんな人のチャンネルでなんかアカペラカラオケみたいな企画がなんか上がってるんで、僕もそれ何点ぐらい出るんだろうなっていうふうに思ったんで、ちょっと挑戦したいと思います。こんにちは、新井淳です。今日はちょっと YouTube っぽい企画をちょっとしたくて、ちょっとカラオケに来てます。で、いろんな人のチャンネルでなんかアカペラカラオケみたいな企画がなんか上がってるんで、僕もそれ何点ぐらい出るんだろうなっていうふうに思ったんで、ちょっと挑戦したいと思います。で、普段カラオケ来ないからちょっと自信はない自信はありません。なんで、まあ歌うのは別に嫌いじゃないんで、だからそこでちょっと自分のね、今の実力みたいなのをちょっと見れればいいなって思います。90点超えたいね。そうだね、90点。でも90点ってどうなんだろう。90点メロディーやってもむずくない。そうです。頑張っていきたいと思います。何がいいかな。1曲目何、結構1曲目の1曲目の選曲大事よ、大事よ。そこで勢いつくかこけるかは結構確かに確かに。でもなんか普段来ないからお箱みたいな曲がないわけよ。探っていくしかない。そう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 。だからとりあえずあの履歴、まあ、そあるあるすぎる。履歴あるあるでしょ。そこから行くよね最初は。でもやっぱあれじゃない、ドルチェ&ロじゃない。ドルチェ&ロ。香水。ドルチェ&ロはいいんじゃない。とりあえず一発目になんかふさわしくない？これアップにね。うん、アップ。なんかみんな知ってそうだし。うん、いいね。出だしがさ音ないと思う。出だしがそうだよそうだよ。わかんないから。夜中にあれいきなりさいつは。じゃあ、待って待って、嘘でしょ嘘でしょまさかの。来た、行けた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。さあ何点かな、何点かなこれ。まさかのね。俺65点出したことねえな今まで多分。まあアカペラっすからね。そうそうそう、多分ずれてんだろうね。そう、一回ずれるともう全部ずれるじゃん。そうそう、全部ずれるじゃん。で、トゥールトゥートゥーがさ、もうあの限定、限定しない方がよかった。しない方がよかった、多分。なんかちょっとしっとり一発。あ、いいね。1曲目やからね、さっきのね。そう言うても。さあ、入れましたよ、2曲目。2曲目、これ鶴野剛士で、いい歌や。これはいい。始まってる。言いたかった隣で笑ってたかった。ずれてる。季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま。むずいね。いだあの時の私も。あれ違う。ここからうすぎる。痛かった
まりで笑ってたかった。戻ってくんのむずいね。いなこれ。季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま。これ絶対やばい。ちなみになんかずっと半音したかったそれ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 ずっと半音したかったな。おおおおおおおまあ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 ちょうど80って。まあ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 全然今のあの音のこの外しで80点だったらまあまあなんか正直思ったよりいったと思う。そうそうまだいけますね。そうそうそう さっきのね香水ひどかったから。いや80か、うん、チャンスあるな、うん、次3曲目かな、うん、まあ、85ぐらいまでいきたいね次。そうだね強い。まあ、シーズン合うからね。まあ点数もいいでしょ、うん、これこけるわけにはいかないからね確かにバックナンバーに申し訳ないですよ。バックナンバーに申し訳ないよよし。でもさ、こんな PV 流されてもさわかんないんだよちょっとソワソワするよね。そう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 喋ってる間にいきなりさ始まるからさこれでもソワソワするもん。そう結構あれだな。やっぱクリスマスだからね。いやーここは点数取りたい。そうだね、クリスマスソングなんだから、ね、一番ここでは点数取っておきたい。あでも本人映像だからこれ結構いけるかもしんない、まあ、合わせればいいんだもんね。そうだよ。あ来るじゃん、バーが出てきた。どこかで鐘が鳴ってらしくない言葉が浮かんで寒さが心地よくて、うん、あれなんで恋なんかしてんだろう。できれば横にいて欲しくてどこにもいて欲しくなくて僕のことだけをずっと考えていて欲しい。でもこんなこと伝えたら過去悪いし長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。結構やばいよこれ結構クリスマスに申し訳ない。ほんとに見慣れちゃったんじゃないこれ。これやばいと思う。これ結構結構これはやばい。サビ暴れてたよ。暴れてた。サビの時暴れてた。てかもうずれてた。まあ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 。84点。まあ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 。惜しいな。でもいいよ。香水とかよりはいいから。そうだね。伸びしろ伸びしろ。そうだな。やっぱ90点出していくから。さ。入りましたよ。よし。さよならエレジー。須田まさきさんでさよならエレジーね。これね。もう PV 始まってるけど、まあ弾き始め。そうわかんないもんね。もう多分弾いてるよ。もう弾いてるから。うん、もう適当にこう。歌詞出てきたらね。そうそうそう。カラオケだから。歌詞出てきたらそろそろ。それまで多分長いからこれ。そうだね、歌詞、こう、ずっと結構喋ってると急に走るからね。そう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 油断しちゃう。ぐる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 。じゃあ僕は今、無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る。どうせ掴めないのに。いい感じじゃない？いいですね。願う君の歌。間違えた。しかし音程やってんのに歌詞間違えた。そう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 。くー。でもこれ PV だから歌ってるじゃん。そうだね。だから口、そう、普通のカラオケだとさ、あ、ないね、わけわかんないよ。わけわかんないよ。え、これ、え、なに。そばにいるだけでほんと幸せだったな。
そばにいるだけで、ただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて、離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がって行け、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。もう傷つかない、もう傷つけない、惹かれ君の歌。いや、いいと思うんだけど。意外とこれいいんじゃない。意外とこれはもしかしたらさっきよりはなんかいい気がするよ。音声はめっちゃ合ってたと思う、うん、だよね、うん、まさきがね、口分けやっていかれてる。そう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 さあ、お、来たな、これ。おお、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 え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 、すごい、え、すごい、やばいね。でも見てみて、平均え、でもすごい90点だよ。よし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 、強っ。安心して聞いてられますっていう。すげえ、ありがとうございます。あの、本人映像の PV 入れるの結構コツだよね。そうだねこの企画は。うわ、すげえな、ね、本人映像じゃないと分かんない、ね、分かんないからね。歌ってないから一緒に動かせるっていうのはでけえな、すごいな、うん、いやー難しかった。本当に全然わかんない、全然わかんない。もう最後の方をこう本人映像でこの本人が歌ってるから、それに合わせてこう口パク合わせていったらなんとかね。でも90点、まあ90点はすごいよね。すごい、90点はすごいよね。よしよしよし、普通に音割りでも結構むずいですからね、うん、そうだから、そこはちょっとまああれ、じゃあ持ち歌にしてくわちょっとまさき今まで、今までこうカラオケにあんま来ないからさ、もし次来たらじゃあ、そうそうそう、さよならエレジ一発目一発目に入れてすぐ持ってくるじゃんすぐ持ってきて、もうその後はちょっとまあまあまあ一番だけでええー、よかったね。はい、まあそんな感じでちょっとカラオケにも自信持って持てたんで、まあ今からはちょっと普通にねカラオケ楽しみたいんで、俺らも歌いたいよね。そう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 、だから普通にね音をやっぱ流して歌いたいから、気持ちよく、うん、じゃあ今日はこんな感じで、いいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。じゃあまたね。 With every star